大問に後半です。実験について見ていきます。12のような装置を作り、試験管にスチールウール鉄 2g を入れて十分に加熱した。この時集気瓶の内側の水面は上がり、加熱後のスチールウールは色や白が変化していた。鉄も加熱すると空気中の酸素と化合します。銅やマグネシウムと同じです。できるものは鉄に酸素が異なる酸化鉄。集気瓶の内側の水面が上がり、ここの水面が上がったってことですね。まず6番がそれで、集気瓶の内側の水面が上がっている理由を書きなさい。こうつながっているので、この集気瓶内の酸素もこの鉄と化合するのに使われます。集気瓶内の酸素が これがスチールウールと化合して、鉄でもいいやな、どっちでもいいや、スチールウールと化合して使われたから。7番、実験にてスチールウール、鉄を加熱した時の化合変化を物質名プラス矢印を使った式で書きなさい。これそのままでいいですね、物質名。鉄が酸素とくっついて、物質名だからこう日本語で書けということです。酸化鉄。これ酸化銅とか酸化マグネシウムとか、そういうのはもう CuO とかね、MgO とかはっきりするんですけど、この実験できる酸化鉄っていろんな種類の酸化鉄が入ってて、一つの化学反応式で表すのは難しいです。ですからこういうような質問の形になります。で8番、実験1で加熱後の試験管に残った物質の使用 A、 実験2で加熱後のスチールウール鉄の資料 B とする。この時加熱前の資料 2g と AB の関係を不等号や等号を用いて表しなさい。まず実験1の方、酸化銀は銀と酸素に分解します。で酸化銀 2g あるうち、酸素にも重さがあるんでね、この実験をやったら加熱後は元の 2g よりも軽くなります。ということで、試験管に残った物質の白、銀の白は元の酸化銀の白により軽いので、小なり2。で次に B の方、スチールウールの鉄、この酸化鉄は酸素と化合した分、元の鉄の 2g より重くなっているはずです。ということで B は2よりも大きい、B 大なり2。これで答えになります。